外交官のイメージが強い人っていますよね。解説の霧雨マリサです。実は、傲慢な人っていますよね。サポートの白霊霊夢です。性格に問題がありそうな尊敬から、なぜか好かれる人っていますよね。魂魄陽夢です。今回は、職の外交や武将として活躍した、闘士を解説したいと思うぜ。闘士って言うと、釜茹での刑のイメージが強いよね。釜茹でになりそうになった話は、三国志演義の尊敬と闘士のエピソードですよね。ウプ主が闘士の釜茹での話を制止三国志を読んで調べてみたけど、見つけることができなかったな。茹で釜の話は、読者にインパクトを与えるための、三国志演義のオリジナルストーリーなのかもしれませんね。でも、三国志演義と正史三国志の闘士と孫権の外交の話は、釜茹でがないだけで、大体が同じですよね。ここでは、正史三国志をベースにして話を進めたいと思います。それじゃ、始めていきましょうか。闘士は、五冠の初代皇帝である光武帝劉秀の下で活躍した、闘羽の子孫だとされているな。闘羽といえば、劉秀が長安で遊学中に、信仰を深めた人物ですよね。劉秀よりも、闘羽は7歳も年下だったんだけどね。劉秀は後に、闘羽を大抜擢して大使徒にしてますよね。闘羽自身は戦いで連敗したり、失敗もしたけど、五冠王朝初期の功臣でもあるよね。闘羽が劉秀の元にやってきたシーンは、なかなかの名場面だと思うので簡単に紹介してみたいと思うぜ。劉秀が孔子帝の下で大司馬に任命されて、家国を平定しようとしていた時のお話です。この時に劉秀が皇帝になって天下を取るなんて、思っていた人は少ないでしょうね。あなたが、ここまで来てくれるとは思わなかった。私はようやく、あなたに追いつくことができました。わしは民間を自由にできる権利を持っておる。存じております。あなたがここに来たのは、士官を求めてのことだろうか。士官先が欲しくて来たわけではありません。それでは、何をしにここに来たのじゃ。あなたが徳を視界に広げて、私は力を尽くし、歴史に名を残すために、ここに来ました。はっはっは、そういうことであったか。わしはそなたと個人的に話をしたいと思っていたところじゃ。わかりました。五冠の初代皇帝である、光武帝劉秀の下で活躍したのが、闘羽だったわけだぜ。闘羽は劉秀の配下になると、兵を率いるだけじゃなく、人物を推挙したり、様々な検索をすることになるんですよね。その闘羽の子孫が闘士なのよね。正史三国志によれば、闘士は義陽軍神屋の人で、劉秀時代に職に行ったようなんだけど、地遇を受けることができなかったとあるな。闘羽の時代に比べると、闘士の家は衰えているように見えるよね。闘士は駅州で人相を見るのがうまいとされた、駅州十字の潮流の元を訪ねるんですよね。闘士の人相を見た潮流は、あなたは70歳を超えてから、大将軍となり、公に報じられることになるであろう、と言ったわけだ。潮流の予言に関しては、半分は当たっているんだけどね。闘士は、劉将が駅州を治めた時代は徴用されることはなく、褒義のもとに身を寄せた話があるぜ。劉備が駅州を奪うと、闘士も出世の道が開かれるようになるんですよね。劉備は駅州を支配下にすると、闘士と語らい能力を高く評価し、交換大衆にまで抜擢したわけだ。劉備に大抜擢された闘士は、人知で清潔かつ厳正な態度をとり、闘士に実績を上げたのよね。こうした闘士の態度を劉備は高く評価し、闘士を中央に招き寄せ証書にした記録がある。劉備は闘士の能力を認めたわけですけど、その後の劉備は異様の戦いで陸遜に大敗し、さらに、病にかかり白帝城で亡くなってしまうんですよね。この頃の情勢なんだけど、後の孫権は劉備を異様の戦いで破りはしたが、勢いに乗って蜀を攻めれば国元が空になり、魏に攻められることを恐れたわけだ。異様の戦いで勝ったはずの、後の方から蜀には僕の使者が行くとか、ちょっと変わった現象が起きたのよね。蜀の上昇である諸葛亮は、呉との同盟を継続したいと思っていたんだけど、劉備の死を聞いた孫権が、今の蜀と吉見を結ぶのか心配だった。蜀では抵抗や殷家などを呉に向かわせたけど、孫権の心をつかむことができなかったのよね。ここで闘士が登場するんですよね。わしに意見したきことがあると聞いておるが、現在、劉禅様は年が若く即位されたばかりでございます。使者を後に派遣して、友好の意を伝えるべきかと存じますが、わしはずっと、そのことを考えていたのであるが、適切な使者を見つけることができなんだ。そうだったのですか。しかし、今になって使者に、適任と思える人物を見つけることができた。ほう。
それは誰ですかな？それは、あなたのことです。護衛の使者の役目を受けてもらいたい。わかりました。もう一つ頼みたいことがあるのじゃが。何でしょうか？長英の身柄をもらい受けるように、孫権に頼んでもらいたい。わかりました。孫権のところにいる長英の身柄も合わせて引っ取ることにしましょう。頼んじゃぞ。諸葛亮は投資に事の有効強化の他にも、長英の引き渡しを依頼していますね。長英のことを簡単に解説しておくけど、劉璋に仕えていて、頭の回転が速く実務能力が高いと、評価されていた人物だな。長英は、劉備の入植の時には、兵を率いて張飛と戦ったんだけど、負けちゃったのよね。張飛に敗れた長英は、生徒に引き返すと、劉備と劉璋の交渉役も務めたわけだ。結局は、劉璋は劉備に降伏し、益州は劉備の支配地域になっちゃうんですよね。劉備は、長英を気に入ったのか、派軍の大主に任命し、農機具と武器を製造する役を与えている。その後に長英は、益州の大主に任じられるんだけど、反乱を起こした妖怪に、吸収されて捕らえられてしまったのよね。妖怪は、長英を捕らえると、長英は、外見はツヤツヤしているが、内面は粗雑であり殺すほどのこともない。長英は縛り上げて、この孫権に送ってやろう、といった話がありますよね。長英は後に送られたんだけど、孫権は長英のことを気にもかけずに、長英は後の地で転々と流浪の生活をしていたと正史三国志にあるな。これを見ると長英が優秀なのかは、微妙な気もするよね。しかし、諸葛亮が長英を引き取るように、投資に頼んでいるところを見ると、使い道はあると判断したと思うぜ。投資は、後藤の有功と長英のことを頼まれて、後へ向かうことになります。案の定、孫権はわしに会おうとせぬか。やはり、食と吉見を結ぶのか悩んでいるようじゃな。わしの方で孫権に面会を促すように上表してみよう。食の投資から上表文が来たが、内容だけは見てみるとするか。投資が参ったのは、食のためだけではなく、後のためを思ってきたと書いてある。ならば、投資とやらに会ってみるか。わしは、本当は食と吉見を結ぼうと考えておるが、食の君主優先は幼少であり、国土は小さく国力は自利品ではなかろうか。なるほど。食が義につけ込まれて、頼りにならないのではないかと、心配しておるのじゃ。5、食の二国を合わせれば、四州の地を支配していますし、この孫権様は英雄であり、食の諸葛亮も傑物です。食には険しい山々の守りがありますし、五には三高の天然要塞が存在します。その通りじゃな。五と食の長所を合わせて共に助けることができるのであれば、北進すれば天下を平穏できますし、退いても三国定立は可能でございます。五が義と結んだ場合は、どうなるのか。義は五のことを同盟者とは見ずに、義に心中した国として見ることでしょう。そうなるかもしれぬな。五が義に心中すれば、義は五に対して様々な無理難題を言ってくるはずです。大使を人質によこせとか、わしにもいろいろと言ってくることは目に見えておるな。そうなれば、五は耐えきれずに義と切ることになるでしょう。五が義への心中をやめれば、義は退去して攻めてきますし、食も強行を下り、五を攻撃することになるでしょう。そうなれば一大事じゃな。食と義に攻め込まれれば、大王がいかに賢明であったとしても、江南の地は、大王の領地ではなくなります。むむ、その通りじゃ。私の言うことは、ごにとって役に立ちましたでしょうか。わしは義とは国交を断ち食と吉見を結ぶことに決めた。我が方から有功の使者として、食に長恩を派遣することとする。あと、一つお願いがあります。なんじゃ。過去に食に仕えていた長英というものが、ごにいるとのことです。長英とは、いたかの、わかった。わしの方で探し出し、投資殿と一緒に食に帰れるように取り計ろう。ありがとうございます。投資は、見事に任務を達成できそうですね。孫権は、長英を見つけると、話し合ってみることにしたわけだ。正史三国志の長英伝の記述よね。そなたが、長英との出会ったか。ちょっと私と語り合ってみぬか。わかりました。あなたは職に帰ったら、きっと重用されることになるはずじゃ。村の百姓で終わる人物ではない。過大なる評価、感謝いたします。職に帰ったら、わしにどんなお返しをしてくれるのであろうか。私は罪を背負って職に帰るのですから、その後の待遇は役人次第です。なるほど。もし幸いにも首が繋がっていましたら、58歳より前は父母からもらった年齢だと考えます。ならば、58歳以降は、どうするつもりなのか。58歳を過ぎれば、大王様からの賜り物と考えます。なるほど。面白い男じゃ。投資はすでに職に帰る船の中におる。
そなたも職に帰るがよい。ありがとうございます。これで長英も職に連れ帰ることができますし、投資も任務達成ですね。静止三国志だと投資と長英が同じ船で帰ったとはありませんが、投資と長英の間で次のような話があったのではないかと思われます。長英殿は焦って船に乗ってきたようでありますが、何かあったのでしょうか。わしはミスを犯してしまった。どういうことですかな。わしは孫権との会見の場で愚者のふりをしなかった。なるほど。急いで職に帰らなければ孫権が追っ手を出し、私は捕まり職に帰れなくなってしまうであろう。わかりました。船の速度を通常の倍にして職に帰りましょう。急ぎましょう。孫権は長英のことを思い出すと、案の定追っ手を出したわけだ。でも投資は倍の速度で船を移動させ振り切ったから、職まで逃げることができたのよね。このあたりが孫権の性格的な難しさなのかもしれませんね。ちなみに職に帰ると長英は徴用されることになり、職と後は特産物を送り合う仲になったわけだ。投資の活躍により職と後の仲はかなり改善されたよね。諸葛亮などの職の首脳部は孫権との友好のために再び投資を使者として後に送ることになります。静止三国志の投資伝の話を見てみましょうか。もしも天下太平となれば、二人の君主が国を分けて治める。それもまた愉快ではないか。それは間違っておりまする。どういうことじゃ。天には二つの太陽がなく、地には二人の王はいないものです。義を平等した後のことは孫権様はまだ認識していないのでしょう。理由をお聞かせ願いたい。二人の王が並び立ったなら、おのおのの君主は徳を盛んにし、臣下が忠誠を尽くし、将軍が神代行を持って出陣すれば、戦争が始まるだけのことです。はっはっは。その通りじゃ。そなたの誠実さから言って、そういう答えになるじゃろうな。お分かりのようですね。投資とののことは、私の方から諸葛亮に手紙を出し、伝えておくことにしよう。この孫権から手紙が来ておる。かつて職から後に使者を送った。抵抗は華やかではあるが中身がなく、因果は説明が不足していた、と書いてある。投資に関しては、誤職を和睦させたのは、投資の功績である、と書かれておる。投資はうまくやってくれたようじゃな。これで職と後の同盟はなった。投資は、見事に任務を成し遂げましたね。孫権の方は、投資を委託気に入ったようで、投資の安否を尋ねる手紙を出したり、贈り物を与えた記録があるな。でも、投資って外交だけの人じゃないのよね。諸葛亮は蜀の国を安定させると、北伐を開始し、魏の領内に攻め込むわけだ。この時に、諸葛亮は投資を中間軍、領部将軍に任じたんですよね。諸葛亮の北伐の時に、投資は張允と組んで、魏の宗信と戦った記述があるぜ。投資伝には書いてないんだけど、静止三国志の張允伝に記録があるのよね。諸葛亮の第一次北伐の記述ですよね。第一次北伐の時に、当氏は趙雲と共に、魏の重要拠点である長安に向けて進軍を始めたわけだ。趙雲と当氏の軍は、社国道を通って、魏軍を引きつけるためのおとりだったのよね。諸葛亮の狙いは別にあり、諸葛亮率いる蜀軍の本体は、魏山を攻めたんですよね。第一次北伐は、蜀の馬蜀が魏の長江に敗れたのが大きく、結局は失敗に終わるわけだ。蜀に魏の安定、天水、南安の三軍が寝返り、チャンスだったのに残念な終わり方だったよね。張允と投資の軍は陽動で、社国道を進んだんだけど、魏国で宗信の軍と対峙することになります。魏の大将軍宗信が、我らの相手のようです。我らの狙いは、陽動であり敵の大軍を引きつけておくことが大事じゃ。魏の宗信の軍は大軍であり、こちらは少しの兵力しかいません。どうなさいましょうか。少数の兵を大軍がいるように見せかけて、時間を稼ごう。我々の任務は、あくまでもおとりですからな。宗信は、我が軍の兵力が少ないことを見破ってしまったようで、決戦を挑んできました。陽動といえども、敵が攻めてくれば戦わぬわけにはいかぬじゃろうな。わかりました。一戦してみましょう。さすがは、宗信じゃ。それでも、おとりの役目は十分に果たしたはずじゃ。撤退するしかありませぬな。わしが自らしんがりとなり、撤退戦を行うこととしよう。趙雲とのが自ら行うのですか。その通りじゃ。わかりました。お願いします。
第一次北伐で食軍が漢中に撤退すると、外帝の戦いで敗れた馬謖が、諸葛亮に斬られるなどがあったよね。泣いて馬謖を斬る、という話ですよね。こうした中で、董子と張允は、諸葛亮との間で、次のやりとりが残されています。外帝の戦いで馬謖が敗れた時は、指揮系統は乱れ、兵士はバラバラになったと聞いておる。しかし、そなたと張允の軍が宗心の大軍に敗れた時は、将兵のまとまりは、一切失われなかったと聞く。なぜであろうか、撤退戦を行う時に、張允殿が自ら死んだりを行いました。なるほど、張允のおかげで軍需品をほとんど捨てずに済みましたし、将兵も乱れることがありませんでした。そういうことであったか。当時から張允殿の見事な撤退戦の話を聞いておる。そのことですか。張允殿の将兵に絹を贈ろうと思うのじゃが、負け戦であったのに褒美をもらうわけにはいきませぬ。うむ、私に与える予定だった物資はすべて蔵に収めて、冬の支度品として貸しされますように。わかった、さすがは張允殿ぜ。さすがは張允ですね。宗心と張允、当時が戦った未国の戦いなんだけど、正史三国志の諸葛亮伝などでは、張允や董子の兵士の方が、宗心の軍よりも兵数は多かった話があるな。でも、正史三国志の別の部分では、宗心の軍が強力で、張允、董子の軍が弱小だった記述もあるのよね。正史三国志だけじゃなく、司馬遷が書いた式にも同じことが言えるんだけど、場所によって書いてあることが違うんですよね。うぷ主的には、張允、董子の軍は陽動であり、宗心よりも兵数は少なかったように思うぜ。義は、この時に後の陸遜と石庭でも戦っているけど、義と蜀では国力に開きが大きいからね。話を進めるけど、234年に諸葛亮が亡くなると、荘園が諸葛亮の後任となるわけだ。荘園が後任になった時に、董子が全軍師、全将軍となり、遠州使を兼務したとありますよね。さらに、幼部抵抗に報じられたともあるな。諸葛亮時代の第一次北伐以降の董子の記録はないんだけど、出世しているってことは、仕事をそつなくこなしたんでしょうね。243年には、董子が社稷将軍になった記述がある。社稷将軍といえば、蜀では過去に張飛が任命された役職ですよね。正史三国志によれば、244年に董子が東方において、優れた功績を挙げた話があるぜ。でも、董子がどのように活躍したのかは、記録がなくてわからないんですよね。ここまでの董子を見てみると、非常にまともな人に思えるかもしれない。でも、正史三国志だと凶慢な性格だったとも書かれているよね。そう予言によれば、董子は凶慢な性格であり、大将軍の日だけではなく、皆が董子を立てていたとありますよね。董子の生まれた年はわからないんだけど、そう予言の記述によれば、247年の段階ですでに70歳を超えていたようだぜ。そう予言にある宗予と董子の記述を見てみましょうか。そなたは、とんき光栄となったと聞く。その通りでございます。来記によれば、60歳になっていれば、軍事に従事しないことになっている。そのことですか。しかし、あなたは60歳になって初めて、兵を預かることになった。どういうことであろうか。あなたに聞きたいことがある。なんぜ。すでに、董子殿は70歳になっておるのに、兵を返さないのはなぜであろうか。この話なんだけど、董子が宗予の問いに対して、どのように答えたのか、は記録がないな。正史三国志に注釈を入れた廃将氏は、董子が宗予をからかったと解釈しているよね。廃将氏は、董子と宗予の発言に関して、董子は自分のことは棚に上げた態度であり、宗予の答えは、人の嫌がることに触れていると言っているな。廃将氏は、董子と宗予の発言を記録に残すのは、余計なことだとも言っているんですよね。廃将氏らしい解釈にも感じるけど、ちなみに、宗予も孫権のもとに仕えに行き、大いに気に入られているわけだ。孫権は、宗予のことを董子と比に次ぐ、敬意を示したとありますからね。話を進めるけど、248年に董子は、反乱を起こした不良国の鎮圧に行ったわけだ。そこで次のようなことがあったとされています。あそこに、猿がいるではないか。弓矢で狙ってみよう。ぬ、猿が矢を抜いて、歯で傷口を塞いでいるではないか。わしは、生物の本性に背いてしまった。間もなく死ぬであろう。董子は、不良国の反乱鎮圧には、成功するんですけど、3年後の251年に亡くなってしまうんですよね。董子は、
すでに70歳を超えていたから、いつ亡くなっても、おかしくはないんだけどね。投資と猿の話には、もう一つの説があって、投資が放った矢は母猿に当たり、近くにいた子猿が、母猿に刺さった矢を抜き、歯で手当てをした説だな。投資は、それを見て弓矢を水中に投げ捨て、ため息をついて指揮を悟ったんですよね。投資には悪いけど、この話の子猿は、見事なファインプレイにも感じるよね。投資なんだけど、将軍を20年もやり遂げて、賞罰は明確にし、兵をよくいたわったとあるな。質素倹約もしっかりと行い、蓄財はしなかった話もありますよね。投資は、お金に興味を示さなかったことから、妻子は飢えや寒さから逃れられず、投資がなくなった時には、少しの財産も残っていなかったとあるよね。投資は豪気であり感情をすぐ表に出したために、詩人たちとうまくやっていくことができなかったとあるぜ。先に紹介しましたけど、宋余伝にも投資は、傲慢な性格だったとありますからね。投資は、尊敬する人は少なかったけど、脅威のことだけは、評価していた記述があるな。投資は、若い頃に長龍から大将軍になると言われたけど、初期将軍で終わってしまったよね。長龍の予言は成就されませんでしたね。投資は、脅威がいる限りは自分が大将軍になれないと悟り、脅威を評価していたのかな、と思ったこともあるな。投資が亡くなった5年後の256年に、脅威が大将軍になっているからね。でも、なんで投資が脅威を評価していたのかは、謎なんですよね。投資は兵はよくいたわったけど、詩人とはうまくやれなかったことを考えると、性格的に関羽に近かったのかな、とも感じるな。関羽は、部下には優しかったけど、士大夫には傲慢だった話もあるからね。最後に三国志14の投資の能力値を見てみたいと思うぜ。投資の能力値は、統率75、武力54、知力79、政治85、魅力88、となっていますね。文官よりの能力値にも見えるよね。魅力が88と高いけど、史実の投資が周りの人間と、うまくやれなかったことを考えると、高すぎるのかな、とも感じたな。投資は、この孫権に非常に信頼されていますし、外交能力を買われて、政治と魅力が高く設定されているんですかね。職の人物は、ゲームだと全体的に能力値を高く設定されていると、いう人もいるよね。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきます。思ったよりもかなり長くなりましたね。作り始めた時は、15分以内で終わると、うぷ主は感じていたようですけど、それじゃ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして、次の動画も見てくれたら嬉しく思います。それじゃ、次回もよろしくです。